なるほど、わかりました。そう、はい、確かに、はい、確かに、はい、昨年6月11日の朝、東京都渋谷区の渋谷1丁目にあるですね、御岳公園という公園が、これ渋谷区立の公園ですがあるんですが、それと、まあ、宇田川町にある渋谷区役所のですね、総合庁舎のところにある、渋谷区役所人工地盤化駐車場、いわゆる俗に地下駐車場と言われているところです。6月11日の早朝に予告なくこう封鎖されるという事態が起きました。その後御岳公園においては7月30日にですね、これそこの公園内にあるテント等について、行政代執行を渋谷区は行いました。ではこれから作業を開始します。そこで、居住していた、あるいはそこを利用していたホームレスの人々、それとあとはですね、御岳公園で炊き出しを行っていた農事連、それから地下中でもって炊き出しを行っていたですね、聖公会、このですね、2つの支援団体の活動を制限する、まあ、重大なですね、人権侵害行為であると。物理的な突然の閉鎖と同時に全くの予告がなかったっていうところが多分前代未聞っていうね、私たちが思っているところです。で、地下駐車場にも1枚だけ、まあ、変な紙というか、後で資料読んでいただければと思うんですが、自立支援システムについてという紙が御岳公園で配られたと思うと、同じものが夜中に1回配られまして、それだけなんですね。ただ不安を持った当事者の人たちが問い合わせを区役所にしていますが、その時には封鎖はないとか、もしくは必ず事前にお知らせがあるっていうふうなことを区役所の職員が言っているんです。で、言ったことをこちらの方はまあ信じてですね、いたところにの突然の封鎖です。結局目的自体がそのホームレスの人々、野宿者の人々っていうのを排除するというですね、そういう不当な目的を持ったものだったんだということが、まずそもそも根本的に大きな問題をはらんでるんだということを確認しています。渋谷区は、締め出して、よその国になんか押し付けるような感じで、自分の区さえ良ければそれでいいんじゃないかっていう、なんか一応普段は立派なこと言ってるけど、渋谷区は、自分の区さえ良ければいいとそう思ってんじゃないかと、他の区に一枚って感じで、簡単に出てこない。すみません。